勝てないドライバーの首を切ることができないオーナーも問題だが、勝てないドライバーはもっと問題。つまりはそういうことなんですよ、今回の解任劇は。森岡議員、久しぶりに聞いたな、その名前。捕獲しますか。放っておけ。去年のことを忘れていなければ我々に盾つくこともあるまい。仲間がいるんだ。7人でチームを組んでいる。彼らの到着を待つしかないな。来たら紹介するよ。アマチュアだが、みんな優秀なハンターだ。この辺り一帯は我がゲノム系不動産が国家より買い取った地区。君たちのような不法居住者に住む権利はない。己ガラクタが今さらあがいたところでもう何もかも遅いわ。5秒だ。もう少し行くと200メートルのストレートがある。そこに出たら5秒間ハンドルと速度を固定しろ。このくだらないチェイスに蹴りをつけてやる。弟子が師匠の目の届かぬ場所で成長する。なかなか気持ちのいいものだ。あいつは自らの剣術に欠けていたものを手に入れた。意外にあなた方は出世にこだわっているようだが、出世したければ相応の手柄を立てることだ。ルームが格好の戦場になる。君たちにはまたとない好機。天聖奉還をなし、世は熱き時代を作った。民草のすべてに熱き息吹を与えてみせた。もちろんです。私たちスペースノイドが欲しているのはまず自治権の確立です。連邦はこれを決して認めません。いや、いくらお前たちがガキでも木の葉の忍者となれば話は違ってくる。競争相手は少ない方が、いや、いない方がいい。サソリザスコーピオンのゴールドセイントミロ、ただいま参りました。ん？教皇がゴールドセイントをわざわざお呼びになるとは、よほど何か訳が。いいか山賊、俺は酒や食い物を頭からぶっかけられようが、大抵のことは笑って見過ごしてやる。だがな、どんな理由があろうと俺は友達を傷つける奴は許さない。そうだ、俺はとうの昔に死んだのだ。寒い雪の朝にな。エヴァ・ハイネマンさん。あんた誰？マルティン。まあ俺の名前なんてどうでもいいんですが、フランクフルトまであなたを連れてくるように言われまして。疑われる前に怯える者は一流のマジシャンではない。なるほど。信じられるのは自分の腕だけだ。分かったか、カイト。フィア、もう一緒に遊んであげられないんだ。戦場に行くことになったんだ。いつ？これからすぐに。ごめん、もっと早く知らせようと思ってたんだけれど。しかしならばなぜ？何を怖がってらっしゃるのですあなたは。大西洋連邦の圧力ですか。オーブが我々に条約違反の軍事供与をしていると。